皆さんこんにちは。ワンランク上の歌を目指すオリオン歌の学校主催のオリオンです。さて今日はですね、歌で人に感動を伝えるにはどうしたらいいのかということについてお話ししていきたいと思います。まあ、僕の動画っていうのは基本的に全部このことを伝えてるんですけれども、まあ、例えばビブラートはどうとか、その音程がどうとか、そういうことではなくてですね、今日はもう人に感動を伝えるってどういうことなのっていうのを、ど真ん中、ドストレートで、お伝えしていきたいなと思っています。僕が一番大切にしているところなんで、ぜひ最後までご覧いただいて何か伝わればなと思っています。ではどうぞ行ってみましょう。歌で感動を伝えるって一体どうしたらいいのか、まあ、どう思われますかね。ミックスボイスとか抑揚つけるとか、ビブラートとかしゃくりとか、そういう歌唱的な技術を身につけるとか、まあいろいろ思われるかもしれないですけれども、まあ、僕の動画をご覧になっている方は、まあ、僕はそういうのじゃないって言ってるのを何回か聞いたことあると思うんですけれども、まあ、それではないんですよね。まあそういうことで美しい表現になってはすごいなっていうことはあったりもするんですけれども、まあ、それが感動の本質ではないと、まあ、僕は思ってます。じゃあ一体どうやったら人の心が感動するのっていうことなんですけれども、まあ、僕が一番大切にしていることっていうのは、自分の心がまず動くこと、自分がまず感動することなんですよね。自分が歌ってる時に自分の心が感動してなければ、聴いてる人の心が感動することはないっていう、すごく当たり前なことなんです。だから人を感動させようって思うことは、まず自分自身が感動しなくちゃいけない、まあすごく当たり前のことなんです。よし、分かったと。じゃあ俺心、自分の心を動かして歌ってみるわっていう感じで、なぜ巡り合うのかをみたいにしてやると、なんか鬱陶しいっていうか暑苦しい歌になっちゃうってこと多分あるんですよね。で、聞いてて一生懸命さは伝わるけど、なんか感動的にはなってないっていう風にどうしてもなっちゃうと思うんですよ。で、自分の心を動かすっていうのは結構かなり難しいんですよね。で、自分の心っていうのは動かされることの方が多いんですよ。日常で美味しいもの食べてうんまっとか、誰かがすごく衝撃的なことを言ってすごくショック受けたりとか、まあ、ニュースだったり、まあ、テレビだったりとか、いろんなところでびっくりしたりとか笑ったりとか、それって自分から笑うぞ笑うぞ笑うぞあっはっはってことはなくて、まあお笑い番組とか見て笑わされるわけですよね。だから映画だったり音楽だったりっていうのは、感動を受け身的になって自分が何か素晴らしいものとか面白いものとかを見て心を動かされるっていうことに慣れてるわけです。で、その歌を歌うってことは逆で心を動かす側に行くわけですよね。ってことは自分の中で先に気持ちを動かすってことができないといけないんだけど、まあ、それがちょっとやっぱ難しいわけなんですよ。じゃあどうやってそれをできるようにするのかっていうことなんですけれども、例えばゲームを夢中でやってるとか、面白い映画を見て2時間半とかも夢中で見て、もうこんな時間とか、なんか美味しいものを食べてペロッと、まあ そういうなんか夢中になってもう時間がすぐ過ぎちゃうような瞬間ってあると思うんですけれども、まあこれをすることなんですよね。これが要は自分の心を動かすっていうことなんですけれども、自分の心を動かすってもこんな風にするっていうことではなくてですね、何かにまあフォーカスされた状態を作るっていうことですね。これをスポーツの世界とかはゾーンに入るとかフローとかいろいろ言ったりするわけですけれども、ちょっと特殊な非日常の精神状態に入るっていうのが、要は自分の気持ちを動かしていくことになるわけです。好きなものに集中するっていう状態っていうのが、例えば絵を描く人だったら色とか形とかに集中して、何かこう自分の中でこう心を動かすことによって色とか形が出てくるっていうのが、まあ
絵として素晴らしい絵を描くっていうことだと思うんですよね。でダンスとかだったら自分の中に起こってるエモーションっていうのが動きになんか変換されて自分の気持ちと動きがあった時にパッションが表現されるっていう風になると思うんですけれども、じゃあ歌で人を感動させる、歌で何かそういうことを起こせるっていうのはどういうことかって言ったら、まあ、自分の気持ちっていうのが声にフォーカスされるっていうことなんですね。声を、まあ、自分の中で、まあ、フォーカスすることによって気持ちが動いていく、これが歌を歌っていくっていうことなんです。例えばピアニストだったらこのどうしようそんなに感動的じゃなかったまあ自分の気持ちが指にフォーカスされることによって感動というのが起こっていくわけですね。では歌はどうなのかってなったら、これもね、いろんな動画で僕言ってることですけれども、ピアノでいう指に当たる部分っていうのは声においては息なんですよね。ピアノのこの指に当たる部分っていうのは一体何かって言ったら、音を起こそうという動きなんですよ。そこの力加減をすることによって音がコントロールされてるわけなんですけれども、でその声っていうのはその音を出すっていうアクションっていうのは息を吐くことなんですよね。息を吐くっていうことによって声が発生してる。でその声が発生する行為の力加減とか質感を変えることによってトーンをコントロールして、高さだったりボリュームだったり音色とかをコントロールして、そこにフォーカスすることによって気持ちっていうのがまあ表現されるんだということなんですね。僕はよく紹介するトレーニングなんですけれども、息を混ぜた声を出す練習ですね。これがね本当皆さん難しいんですよね。だいたいそのはあはあはあ、息か声かになりやすいというか、で、まあ、息が混じってもはあ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 とこう声と息がこう分離しちゃって分かれて出てるみたいな感じになる人が多いんですけど、はあはあと完全に混じった状態、完全にこう混じり合った状態で、はあ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 とできるようになっていただきたいんです。でこの練習は他の動画で多分紹介してると思うんで、まあ、その、リンクを概要欄の方に貼っとくので、ぜひ練習していただきたいなと思うんですけれども、まず最初は何しかこう分離してでもいいから息と声を混ぜられるように、あーしかできない状態じゃなくて、あーあーあーでもいいから息と声混ぜられるようにして、でそれができたら、はあ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 と綺麗に混じった状態でできるようにするっていうのができたいです。でそれもできたら、できるだけたくさんの息を出してできるようにしたいです。はあ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 と、で息をたくさん出すっていうのは実際の歌唱の中ではあんまり知ってほしくないことなんですけれども、たくさん息を使える状態っていうのを自分の喉でできるようになる、そして歌うときはできるだけ少ない息で歌える、この2つの両極ができるようになることで、まあ、表現の幅が広がっていくわけですね。そのはぁはぁってできる人と、はぁ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 っていう人とではやっぱ使えるトーンの幅がもう全然違うんですよね。で例えば糸を歌うときに、今のをちょっとリズムとか全然なしにしてですね、なせめくり
たいにしてちょっとやってみると、あ、なんかいいみたいなことが訪れるかもしれないです。息の動く枠って意外と狭く設定してるんですよ皆さん。なぜ巡り合うのかをみたいな感じで、今のはぁ、あ、はぁ、あ、っていう感じ、なぜこうなると、なんか情報量が途端に増えてくるんですよね。だから息をなぜってこう出してあげるだけでも、なんか自分の中で気持ちを出せてる感覚が来たりするんで、ちょっとまあ実際のレッスンだったらその人を見てもうちょっとこうしてああしてってことが言えるんですけれども、自分で試すだけではちょっと分かりにくいかもしれないですけれども、まあ、一度チャレンジしてみてほしいです。本当あの気持ちを込めるっていうのが、その皆さんが意識してるところと違うところにあるんですよね。でそれを、まあ、できるようになってほしいなと思ってます。今回は以上になります。いかがだったでしょうか。あの感動って要は動きを感じることですよね。感動って書いて、だからその動きを、まあ、感じるっていうのは何の動きかって言ったら、まあ、やっぱ心の動きを感じるってことですよね。心が全く動かなくて高く出たり低く出たり大きく出たりってしても、まあ、それは絶対感動にならないわけですよ。だから心の動きを感じさせる、そうすると感じた本人に同じ心の動きが起こるっていうのが、まあ、感動なんですけれども、その心の動きを何に伝えるのかっていうのが、声の場合は息に伝えるわけですね。心の中で何か動きがあって、それが息に変換されて、でそれが声帯に来た時に音声に変換されて出ていくと、まあ、それを聞いた人が同じ心の動きが起こる、これが歌なんです。なんでみんなここをねやろうとしてるんですよね。でそのスキルでできることも当然あるんですけれども、スキルで人感動させるのって楽しいのかなってのよく分かんないし、自分の気持ちが動いてそれが伝わるってとこがやっぱ楽しいと思うんですよね。ちょっとこう適当な話で、こうやったら人が笑うとか、こうやったら泣くとか、もしこういう技術があったとして、はいはい泣いて泣いてってなって、こうやってブワーって号泣しはったとしても、何にも楽しくないっていうか、でも自分が体験してきたすごい辛かったことを話して聞いてた人が感動して泣いてるってなったら、ああ自分の人生報われるとか、うわよかった今日喋れてって思ったりとか、まあ歌で自分がすごく気持ち込めて歌ったら、その聞いた人がすごく泣いてくれてるとかなったら、やっぱすごく嬉しいと思うんですよね。でもあここで完璧なビブラート、はぁーって言って感動してくれてるって嬉しいかなと思うんですよね。でそのそれはまあ僕の言ってることはちょっと難しいこと言ってるかもしれないですけど、完璧なビブラートをするとか完璧なミックスボイス出すよりは、自分の気持ち動かす方が絶対簡単なんですよ、動かせるんだから。でもその自分が自分で気持ちを動かしていくってことがやっぱすごい難しいですよね。何かをしたらうまくいく、例えばあの有名大学に入って一流企業に入ったらうまくいくとか、なんか年収が何千万になったらうまくいくとか、こういう人と結婚できたらうまくいくとか、なんかそういうことではないところに何かがある。でそういう何かをするんじゃなくて、自分の中で積極的に何かに、なんて言ったらいいんですかね、自分を投げていくというか、自分が今の自分じゃない何かに自分を全部そこに丸投げしていくっていうところに、やっぱ感動があると思うんですよね。それをそのできた時に、自分っていうものがブワッと広がっていくんですよ。でこの感覚っていうのが、その分かった時に
自分の、まあ、人生が豊かになるって僕は思ってます。やっぱその生徒さんでもこういう風にできた時にもう急にもう体感が違うんですよね。歌がうまく歌えたとかじゃなくてもう全然違う感触が訪れるんですよ。すごい、何これってなるんですよ。でそうなった時にやっぱ歌が本当に好きになるし、自分の人生が彩りが豊かになるんですよ。でこれをまあ本当に味わってほしいってまあ僕は思ってて、まあこういうふうに動画上げてるわけですね。ちょっとまたこの感動についていろいろ動画上げていきたいと思うんで、ちょっと今回はここまでになりますけれども、あの難しい話って思うかもしれないけど多分一番大切な話だと思うんで、あのどうかお付き合いいただけたらなと思っています。今回は以上になります。それでは最後になりましたけれども、皆様からのコメントお待ちしております。何か、言いたいこととかご意見ご要望とか何か質問とかありましたらですね、コメント欄の方にお書きください。よろしくお願いします。それとチャンネル登録とグッドボタン、こちらの方もどうぞよろしくお願いします。それではワンランク上の歌を目指すオリオン歌の学校主催のオリオンでした。バイバイ。あのちょっと余談になりますけれども、僕が若かりし頃20代半ばぐらいですかねの時に、まあいろいろこう、まあ、自分のメンタリティとかで悩んでる時期があって、まあそのいろんなまあことをやったことがあるんですけれども、その中で、まあ、ブレスワークっていう息を、まあ、例えばハッ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 脳に酸素がたくさん行き過ぎてちょっと脳が麻痺してくるみたいな。でそうすると自分の中で抑圧されてた感情とかなんか記憶とかがパッて蘇ってくるとか、そういう、まあ、ワークがあってそんなに参加したりとかしてたんですけれども、僕が、まあ、それをやってた時になかなかこううまくこう自分の感情を発露させられなくて、まあ、そのトレーナーさんが大丈夫って声かけてくれて、で、まあ、なんかうまくいきませんみたいな感じで言ったら、じゃあその僕の手を思いっきり押し返してあーって大きい声出してって言われて、あーってあーってあーってやったらだんだんブワー投げてきて怒りみたいなのが湧いてきて、うわーってなったんですよ。で、まあそれはまあ、でやった後からそうなったんかもしれないですけれども、やっぱ何か動きを伴っていくことで心も動いていくんですよね。何か歌詞とかをなぜって頭の中で気持ち込めるぞ気持ち込めるぞってやって歌っても、実は何にも動いてなくて、息を大きく動かしてみようって思うとそれに合わせて何か気持ちが動いていくんですよ。でそれきっかけにして、あ、歌うってこういうことなんだっていうのが分かると、その今までと全く違った感覚っていうのが訪れてくるんですよね。で気持ちを込めるっていうのは気持ちを必死で込めるんじゃなくて気持ちが込めやすい状態に入るっていうことなんですよね。さっきのゲームとかでも、よしゲームしようってしたらパッてすぐそのモードに入っていくと思うんですよ。自分がすごい好きな映画があったら、ちょっと今からちょっと映画見ようと思ったらもうすぐその世界に入っていけると。でも自分が全然好きじゃない映画とか全然好きじゃないゲームとかだと、ああおもんないなーって言ってなかなかその世界入っていけないと思うんですよね。これは楽しいゲームだぞ、俺が好きなゲームだぞって言って必死こいて楽しくなろうと思っても全然なれないと思うんですよ。だからこう自分が好きなものに対してパッて集中していける感覚っていうのが歌の中で起こらないと、まあ、感動っていうのは起こらないっていうことなんですよね。もう自分の中で必死になぜ巡り合うのかを、私たちは何も知らないって思っても、まあ、それは歌として感動的になることはなくて、なぜってこう、あ、
このこういう声なんだっていうところをねできるとかっこよく歌えるのかなと思います。